今日はこの荒れ果てたデュビアのケージの中の掃除をしていくわ。おい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 、今更掃除の動画なんて、なんでそんな地味な動画を載せるんだよって思った、そこの欲張りボーイ。この私が掃除だけで終わるとでも思ったのかしら。今回はこのデュビアのケージを掃除しつつ、至る所に溜まっているこのデュビアの糞を集めていくわ。デュビアの糞でジャガイモを栽培して何も知らない友人に食べさせてみたっていう動画を上げて、ヒカキンを超えていくわ。手切ったな、なんやこれ。万バズ確定の動画の準備っていうわけ。じゃあ早速古くなった卵パックを回収していくわ。ドタドドンキードンキーホーテー。卵パックの回収が終わったわ。今まで結構パンチのある動画を上げてきたつもりだったけど、今回が一番のパンチラインね。こりゃルオフカルマもドン引きよ。じゃあ早速ゴキブリの糞を落としていくわ。なんかあれね、行ったことないけど沖縄の海を思い出すわ。ある程度クソを落としたから、次はデュビアの脱皮の殻を取っていくわ。結構やっぱり溜まっていくわね。まあ脱皮をたくさんしてくれるってことは成長してくれてるってことだから、自称ゴキブリブリーダーの味噌汁独身男性にとってはありがたいお話よ。こういう風にね、成虫の死体が落ちてる分には別にいいのよ。寿命で死んだだけなんだから。ただね、幼虫の死体がやたら多いとか、成虫も幼虫もたくさん死んでるっていう時は自分の飼育環境を見直した方がいいわ。老人だけがのびのびと生きていて子供たちが死んでいくなんていう環境はもう日本だけで十分なんだから。ちょっと今私社会風刺的なことを話したわね。ゴキブリ界の金属バットを目指すわよ。無事に掃除が終わったわ。掃除したゴミなんだけど、殺虫剤をぶちまけて二重三重にしてからゴミ箱に捨てること。ちっちゃいデュビアを見逃してしまっていたり、死んだと思っていたデュビアが実は生きてたりするなんてことはよくある話だから、私たちゴキブリ紳士のみんなが日本に存在しないゴキブリを日本に広めないために一人一人が行動していくことが大切よ。あ、クリオサイさん、うわー、す、粉が。こんな感じでデュビアのクソが結構集まったわ。これを使って次はジャガイモをいよいよ栽培するわよ。ジャガイモが育ってきたらまた動画にしましょう。私は今からこの底に落ちちゃった小さなデュビアたちを救出していくわ。それじゃあゴキブリ紳士のみんな、良いゴキブリライフを。またね。おやすみ。愛してる。ふっふっふ。